どうも、ちぬこチャンネルです。今回は久しぶりに養殖イケスにやってきました。そろそろ秋も近づいてきたので、どんな魚が釣れるか楽しみです。ついついお酒が進んじゃう絶品料理も必見です。夏は暑くて夜釣りばっかりだったんですけど、今日は久しぶりに朝間詰めの釣りです。ただね、あいにくの雨模様です。1時間後ぐらいに降ってくる予報ですね。雨が本降りになってきたらもう強制終了だと思うので、なんとかそれまでにね、1尾釣り上げたいと思います。よし、久しぶりだ、頑張ろう。ここはね、周りもう一面養殖の、雨降ってきた。ちょっと待って、よいしょ、降ってきました。早速、よいしょ、今日はもう降ったりやんだりという感じでしょうね。まず今日の巻き絵、ペレット。やっぱりね、タイの養殖場が周りにあるということで、これは効くと思います。そして激重ペレット、ペレット成分配合の団子です。これはね、ベース団子に混ぜて使おうと思います。針につけるのがこちら、オキアミ。なんか餌取りとかいるんですかね。オキアミをそのまままず1投目落としてみます。水深が12メートルぐらいですね。あ、穂先が折れてた。なんてこった、久しぶりすぎて朝一何にもする前から穂先を折ってしまった。幸先悪い。なんかゴミがある。よいしょ、びっくりした。おおおお、一投目から来た。なんかびっくりした。おお、何強い。いい引きする、いい引きするよ。一投目ですよ、落とし込み一投目、やった。何？おー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 、結構底の方でしたね。なんだろう。うわっ、ゾウフ。おーおー、とっ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 と、楽しい、これ楽しい。よいしょ、よいしょ、来た。え、いいサイズちゃう？いいサイズ、いいサイズ、やった。やった。すごい、1投目から来た、1投目から来ました。嬉しい。ちょっと待って、いいサイズのマダイ、本命。やりました。おお、これはいいサイズですね。おー、じゃーん。あ、なんか丸っこいですね、これ。鼻のね、この形、穴が1個つながってる。養殖マダイですね。逃げたやつかな。嬉しい。よし、オッケー。うわ、匂いもすごい。これは強力な巻き絵ですね、きっと。うわ、匂いすごい、ほんと。巻きつつ。アジング用タングステンシンカー 2g。そして糸を20センチぐらい出したところにオキアミをつけています。針はチヌバリ3号、これを目の前に落とすだけ。潮はそんなに流れてない感じですね。真下に落ちていきます。あ、当たってる、当たってる。おー、強い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 、すごい。おーおー、いい引きする。おー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 、叩きますね。おわわわわわわ。おー、今のは合わせバッチリじゃないですか。よいしょ、おっと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 。おー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 、いやー、マジでいいサイズ、すごい。
よいしょ、よいしょ、おお、来ましたね、来ましたね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、オッケー、よし、これ地合いだな、朝まずめ、めちゃめちゃいい、今もう今チャンスですよ、雨、雨降ってきたら釣りづらくなっちゃうし、今いっぱい釣っとかないと。ちょうどね、潮も小潮なので、まあ流れすぎずね、釣りやすいですよね。よいしょ、ちょっと釣り方を変えてみます。普通の団子釣りに切り替えてみるか。よし、団子包んでみよう、団子はそこまで落としてみます。あ、ちょっと待って、中層で割られちゃった。おお、当たる。おお、来た。来た。おお。何ここ、すごいんだけど。ちょっと待って、重い、ちょっと大きいかもしれん、これさっきより大きいかも。よいしょ、なんか重い。なんか重い。おお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 おうわあ、ライン切れ、ラインブレイク。うわあ、なんか擦れましたね、今風の下に。こうちょっとラインがギザギザになってます。うわあ、ショック。うわあ、やばいやばい、風吹いて雨が見えてる、雨がそこまで来てる。うわ、やばい、せっかく調子いいのに、ちょっと危ない、これ土砂降り来ました、やべーやべー、当たってる、来た。嵐の中来た。ひーひー、すごい通り雨が、ひゃーひゃー、ちょっと雷とかは鳴ってないのでいいんですけど、これ雷鳴り出したらちょっと危ないのでね、道具をしまおうと思います。予報を見るとすぐ止む通り雨みたいなんで、ちょっとこのまま一応続けてみますね。ひゃー、やばい、やばすぎる。あ、晴れてきた、あ、通ってった。あっちに雨が移動していくのがわかる。すごいな、一瞬で晴れました。よかった、でも団子がべしょべしょじゃないか。ちょっと、よし、来た。うわ、おわ、これ強い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 。おお、まだ釣れてるよ。おお、わ、やっぱりなんか強いと思ったら違う魚でした。毒魚です、毒魚、アイゴ。よいしょ、アイゴがいるのね。うい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 、さよなら、バイバイ。よいしょ、よし、
次は平ら場の仕掛けを使ってみたいと思います。おお、来た。え、来た今。おー、なんか当たってない？当たってない？え？かかんない。当たるけど。来た来たよ、来た来た来た。嘘でしょ。来たよ来たよ。平ら場で来た、平ら場で来たよ。めっちゃ強い、めっちゃ強いよ、めっちゃ強い。おお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 お、やった、すごい。釣れるんだ。本当に釣れるのね。やったー。平ら場、平ら場やっちゃいました。湾内の風で平ら場水深10メートル。ちょっとね、家にあった 45g というね、船で使うような平ら場なんですけど、全然それでも釣れますね。よし。サイズはね、だいたい30センチ台から大きいのだと40センチぐらいまでかな。はい、2、3時間でね、こんだけ釣ることができました。ちょっと全部食べきれないので、ご近所さんに配って回りたいと思います。ただいま。あれ、すーちゃんスリスリしすぎてるよ。おでここすりつけて、ほら。今日すごいの釣ってきたよ。今回の戦利品は、はい、マダイです。台風の影響で養殖イケスから脱走したマダイがいたんですね。このタイを育てている生産者さんに確認したところ、たくさん釣ってくださいねと言ってもらいました。ありがたく調理させていただきます。三重県はマダイの養殖が盛んで、その美味しさは全国でも有名です。インターネットでも購入できるので、ぜひ食べてみてください。お腹を開いていきます。おお、メタボちゃん。すっごい油乗ってる。血合いも取っておきますね。で、よく洗います。このままだとまだね、鱗がついているので、お湯をかけて鱗をこすり取ります。無洗米2合、白だしを 50ml、 2合の目盛りまでお水を入れて、お米に混ぜます。ここにどう、あれ入らないのか。ちょっと頑張ってくれ。今日はマダイを丸々1匹使いたかったので、いつもより大きい炊飯器を持ってきました。蓋をして、えい。この小屋はね、すぐブレーカーが落ちてしまうので、ポータブル電源を使います。 E の F2000 です。とにかくハイパワー大容量モデルなので、白物家電はほとんど使えます。しかも容量を拡張できて、最大7個までエキストラバッテリーを追加できます。電気代が高くて本当に辛いですよね。この小屋だけでもエアコン、パソコン、カメラ、照明など、1ヶ月で結構電気代がかかります。例えば屋根にソーラーパネルをつけて、ポータブル電源に蓄電できれば、簡易的なソーラーシステムが構築できるので、今度やってみようと思います。1年間でかなり節約できそうです。ここを押すと、はい、電源コードが収納できるので便利です。たったの 1.6 時間で満充電できます。大画面液晶で見やすいですね。15デバイス同時給電できます。従来品より寿命が7倍長持ち、10年ほど使えます。デメリットといえば、動作時にファンの騒音が気になります。重量が約23キロで重いです。E の F2000 はレジャーやアウトドアだけでなく、防災や節電用に最適だと思います。詳しくは概要欄の URL をチェックしてみてください。炊いていきますね。電源入れて AC 押して刺して、多分1時間ぐらいで炊けると思います。おお、炊けた炊けた。ちょうどね、 10% 消費しました。これならまだまだいろんな家電が使えそうですね。オープン。
ますか？こんな感じで今日は食べる分だけで、あとは後日いただきますね。うわすごい、身がいっぱいのとこ、ここだ。うわすごいジューシー、鯛がすっごくみずみずしいです。なんか水分がどんどん溢れてくる感じ。ネギを散らしていただきます。そうだ、すーちゃん今日はいいものがあるよ。じゃーん、ピチピチトイズ遊びたい。すーちゃんマダイですよこれ。あ、中にある。中はがっつり機械です。充電しないといけないね。待ってよ、本物のマダイをね、火通して冷ましたやつ。すーちゃん食べてくれるかな。どう、美味しいかな。すーちゃんはね、アレルギーありますけど、白身魚だったら食べれるもんね。すーちゃん残しちゃう。オンにして、テンテン。どこ、あ、ちょっと止まんなくなっちゃった。叩けば、あ、止まった。叩けば止まるそうで、あ、ちょっと。残して身を切り取ります。オッケー。うわテカテカしてる。反対側もいきますね。よし、ほらめっちゃ綺麗な白身です。薄く切りますね。よし、はい。久しぶりに出ました、船形。頭ここ、おお、ぴったり。2人サイズ。頭と尻尾がキュッとしたいので裏から刺す。あ、大根丸見え。角度によっちゃ見えない。画面めっちゃ見えてる。あ、めっちゃ見えてる。どうしよう、あんまり見えないから。つま、人参で作ったつまもここに乗せます。お刺身を乗せていきます。どうですか、いいでしょう。はい、できました。マダイの船盛り完成です。こっから見ると綺麗だけど、ちょっとだけ大根の、うーん、これ気になるな。やっぱレモンで隠そう。完成です。続いての料理は、鱗と内臓を取ったら頭を落としていきます。この頭も美味しいので後日美味しくいただきます。ぶつ切りにします。そうだね、尻尾も切っちゃえ。OK、 よし、切れ込みを入れますね。こんな感じでネギ、インゲン、お鍋の中に水、お酒、みりん、醤油、砂糖、生姜を買い忘れちゃったので生姜チューブ、火をつける。はい、ある程度火が通ったらネギを入れて切り身をポンポン。OK、 インゲンも落とし蓋をしつつ、焦げないように火を調整すると、まあ10分ぐらいですかね。新鮮なマダイなのでフリジオとかもしてません。そろそろいいですかね。はい、おほほほ。いいですね。おー、煮詰まった。めっちゃ美味しそうです。お皿に、よいよいよ、できました。マダイの煮付け完成です。ほら、油がじわっと出てるの分かりますか。ネギと野菜も入れてテリッテリに仕上げました。よし、はい、いや、飲むのはね我慢してました。今回もすごく美味しそうです。やっと飲める。おお、あ、そうだ、今日はねパーフェクトサントリービール、パーフェクトサントリービール、うーん、遅くなっちゃったけど行きます。乾杯。うん、うーん、パーフェクト。つば飛んだ。いただきます。まずはね、お刺身をいただきます。めちゃくちゃうまい。うん、うわ
身がちょうどいい。お腹の中かなり脂肪が入ってたので脂っこかったらどうしようかなと思ったんですけど、ちょうどいいです。これはいくらでもいける。おいしすぎ、めちゃくちゃうまい。めっちゃおいしい。合うね、止まらない。お刺身抜群ですね。幸せ。煮付けもめっちゃ美味しそう。おいしい。めちゃくちゃきめ細かい。しっとり。おいしい。この甘辛お醤油ダレにめちゃくちゃ合ってる。うまご飯行こう。これも絶対美味しいでしょう。いきます。口いっぱいにまだい。お米もタイのお出汁をギュッと吸ってますね。おいしい。最高。名古屋の人なら知ってるかな、つけて味噌かけて味噌のシリーズです。ちょっとつけちゃいますよ。鯛めしにはいらないかもしれない。白米にのせて食べた方が絶対美味しいですね。今度普通の白米で食べてみよう。天然物ってね、ちょっとこう当たり外れがあったりするんですけど、養殖場のマダイっていうのはいつ食べてもすごく美味しい。食べてみるとわかりますね。本当に美味しい。ごちそうさまでした。今回はマダイ養殖場のすぐ横で団子釣りを楽しんできました。消化が良かったのはもちろんなんですが、とにかく食べて美味しかったのが嬉しいです。台風の被害もあるので大変だとは思うんですが、渡船屋さんもね、どうぞどうぞ釣っててって言ってくれたのが本当にありがたかったですね。目いっぱい楽しませていただきました。ちぬこチャンネルではこちらの可愛いグッズを販売しております。すーちゃんチャンネルのトップページから販売サイトが見れますので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。そしてメンバーシップの方もございます。そちらではブログを書いております。チャンネルの裏話や未公開話などご興味のある方はぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。